のショエ TV です。良平です。はい、お願いします。お願いします。はい、本日はですね、良平がですね、グローブね、20個以上持ってるらしいんですよ。はい、はい、自分ね、はい、大量に持ってるらしいんですよ。はい、今日はもうグローブ紹介してくれ、紹介してくれってことで、今日は何個紹介するんですか。今日は今から3つ、3つ紹介します。今日3つ、じゃああと6、7回ぐらいは紹介しなきゃいけない動画になるけど大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、ということで今日は良平がですね、3つグローブをご紹介するんですけど、どういう系のグローブですか。最初プロモデルです。プロモデル、はい。マジっすか。限定だったりだとかで出てくるようなプロモデル何個か持ってるので、それをご紹介していきます。じゃあまず一つ目からいいですか。お願いします。はい、良平が、紹介するグローブ、まず一つ目がこちら、西武ライオンズの源田選手モデルになります。これ結構限定であんま売ってないんじゃない、はい、そうですね、なかなか見ないです。あ、ネットでなんか見たな、スマロースポーツさんで確か売ってたような気がする。もしあれだったらリンク載せておきますんで、はい、チェックしてみてください。はい、これどういう特徴ですか。これ源田選手のグローブ、 Z の中の内野手用でも少し大きめの型となっていて、源田選手がもともとソフトボールやっていたというところで、ポケットも大きく、グローブ自体も内容にしては少し大きいものとなっております。これいくらぐらいしたんですか。それは3万円ぐらいです。おお、軟式用で。軟式用です。おお、これ最近使ってますか。使ってます。これ使うときはどこ守ってるんですか。サードを守るときに。おお、サードでこれ使ってるんですか。はい、そう。これ浅いですか。浅くない。いや、普通深いものです。深いな、これ。はい、こうしたらなんか浅く感じるけど、広いので。広いってだけか。大きく開くは開くんですけど、閉じるのは、閉じた時には深く深い。あ、本当だ、騙されてんな俺。完全に浅いと思ったわ。はい、当たったら入ってくれるグローブ、なるほど、ね、というようなイメージです。なるほど。これウェブもちょっとね、オシャンティーだし、クロスウェブで。去年、まあ源田選手といえばバスケットウェブなんですけれども、去年は一時期クロスウェブを使っていて、それの限定モデルとなります。クロスで閉じられていて、先端の耐久性がいい、弾かない。ここで弾かないってことか。はい、そこもあの補強がされていたりとかするので、うん、強い打球が来ても大丈夫。はい、ありがとうございました。はい、はい、では、お次2つ目ですけど、それがこちら、はい、ソフトバンクホークスの千賀選手モデルとなります。おー、これいつ買ったんですか。去年の2月頃。じゃあもう1年半以上は使ってるってことですよ ね、はい、これなんか同じぐらいになんか流行らなかった、源田モデルと千賀モデルって。なんか、ね、なんか同じぐらいに出たような気がする。はい、これはネオステータスなんですね。はい、これ使ってますか。試合で使ってます。試合で、はい、試合では何のグローブよく使うの。これですか。一番そうですね、ピッチャーは。おお、軟式用で。はい、あ、公式用です。これ公式用なんですか。はい、早く言ってよ。ちょっとごめんなさい、早く言ってよ。これ公式用らしいですよ。公式用、これいくらですか。は3万円です。3万円。はい、公式用3万円。ベースマンの限定グローブなので、これがただですね、特価のところにあって。なるほど、はい、特価だったんだ。はい、いいね、公式用。はい、あ、羨ましいな。はい、どうも。はい、というわけでラストですね、あと一つなんですけど、はい、これやばくない。ちょっとじゃあ、ラストのグローブ紹介します。それがこちら。はい、こちら DM です。はい、 DM です。 DM? ちょっとメッセージを来てっかな。違うんですよ、ある方の頭文字の。そうなの。モデルのグローブです、これ、はい、DM モデル。はい、メーカーは、ワールドペガサス。ワールドペガサスの DM モデルということで、はい、あ、西島さん刻印があります。入ってます。これはバスケットウェブですね。はい、バッペといえば桑田さん。桑田さんといえばワッペだし、ピッチャー用のグローブ、なおかつこれでショートもできるように、そういうグローブに、まあ、桑田さんはしてるんですよ。はい、DM モデルってことは、まあ、桑田さんではない別の方の、選手のグローブということで。こちらのグローブなんですけども、グランドペガサストップ、公式軟式兼用のグローブで、僕が結構握りつぶすタイプのピッチングをするので、力強く握りたいというので、公式軟式兼用のグローブ使用しています。なるほど。で、かなりポケット深いです。この距離がかなり出るので、かなりポケットの深いグローブとなっております。はい、僕はあの王冠スタイルのグローブ今まで使ったことがなかったので、一目惚れで買っちゃいました。これまだ使ってないですか。試合でちょくちょく使ってます。なるほど。でも千賀モデルの方がよく使ってます。王が成績がいいです。あ、そうなの。はい、軽さっすか。軽さ、そうですね、やっぱネオステータスなので、公式用とはいえ確かに Z の方が軽いは軽いんですけれども、うん、憧れはやっぱり DM モデルですかね。となるほど。ちょっと手入れていい。はい、いいっすか。俺もちょっとあんま使ったことなくて。あ、なるほど、ね、なるほど。あー、でもまあまだあんま使ってない感じがする。硬いっしょ。硬いっすよね。その分力入れては投げられるのかなと。なるほど。はい、ここ
俺今気づいたんだけど、この指入れるとこあるじゃん。はい、こう入れるとこ、この下さ、この下入れるところ、はい、なんかふわふわしてない？クッション入ってます。入ってるよね。このグローブは、あ、ないな。入れた時に、入れた時のここ、こうするとなんかクッションがこう入ってるようで柔らかい感じ。はい、こだわってらっしゃるグローブかなと思いました。はい、というわけで今こちらの、3つのグローブプロモデルを紹介しました。これちょっとね、もし購入リンクあれば、はい、ちょっと下貼っとくんでちょっと見てもらって、はい、まあ、もし購入したい方はもう購入してもらって、ちょっとこれ使ってほしいなと思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。コメントもよろしく。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタ貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Yeah.